微斯、こんちは、玉先生やで。今日は、俺がやる玉カフェや。玉カフェってのは、夜高校生が勉強をめいっぱいやれるカフェで、普通のカフェやと勉強できるとこはあるけど、違うのは参考書読み放題なとこ。Wi-Fi もあるんで、動画で勉強できるし、相談できるとこ。相談は勉強だけやなく、将来のこととか、進路のこと含めてな。頑張りたいんやったら、医療系の国士やったり、公務員やったりって、社会人でも OK やで。 やこんなところあったらめっちゃよくないか本でもこれやったら客はがっつり腰据いてなかなか帰らんし。来るのは金のない子供ばっかりなんで、儲けはあんま期待できひんから逆に100円カフェ言って安いジュースや、粉のコーヒーやココア、ポップコーンとか勉強しつつ食べれるやつを出してやってく。本で儲けは学校あって子供後編昼とか土日で出すんや。こっちはちゃんとしたコーヒーや紅茶仕入れて、デザートも手作りや。その分多めに貰うて平日夜の子供たちの勉強の分まで利益出す感じな。これが俺のやる玉ェのざっくりした説明や。 うわあ、めっちゃいいですね。受験生ならこんなの待ってましたってなりますよ。まあ僕は勉強嫌いなんであんまり行きませんけど。行かんのかいって言うても、その気持ちはわからんじゃないな。玉風は教育格差を壊すため、塾が近くにないような田舎に作るんやけど、そういうとこって僕くんみたいに勉強嫌いとか、諦めてるっていう子も多いね。それに勉強嫌いでも、勉強嫌いならどう生きていくかって、進路や将来のサポートは大切やろ。みんなに将来はあって、未来は来んねんから。やから、まずは来たくなるよ。漫画や Wi-Fi。Fi ダーツ、ビリヤードは置くで、ね。あと、癒し系のウサギもおる。うわぁ、ほんといい。でも、なんか溜まり場になりそうとかで、こ、怖いな。そん時はできんや。ええー、客選ぶんですかそれは仕方のないことなんや。みんなで仲良い,いい場所を作り上げていくっていうのは、会社や家庭でものすごく大事な力になる。それなのに、わがまま自由にやらせて、他の客や店員の俺らに迷惑かけていいようにしてたら、そういう力が育たへんから、うまいこといかへんようになる。 玉ェは来た奴らが自分の将来を素敵にする場所や。このまんまやったら将来素敵にならへんのやから、むしろここでみんなと仲良を作っていくことが大事やでっていうのを教えていくんや。やから例えばみんなと仲良してる奴とかにはカードを配って、そのカード持ってない奴は料金3倍とかな。こいつは買うわもうできんやでっていう場合はもう料金100倍とかにすれば、まあんくなるやろ。うわぁ、めっちゃがっこやい。まあ、玉先生らしいけど。それならほんといいですね。 こらこらこら、ちょっと待ちなさいよ。大人的に考えても、そんなん収入すっごく少なそうだから、客選んでる余裕なんかないわよ。そんなボランティアみたいなこと、本当にやっていけると思ってんの確かに漫画やウサギで来る人はいるかもしれないけど、みんな長いするわけだし、お客さんの回転率めっちゃ低いんだから、お金続かないわよ。いや、食べ物は我ながらうまいし、飲み物も他にない薬草チャーか出すから、なかなかええで。 しかも夜の高校生の進路サポート頑張って感謝されるようになれば、保護者とかも使ってくれるようになるし、ウェブ玉の感謝メールみたいに感謝メモを出すようにしたら、うわあなるほど高校生応援できるやん言うて来てくれる人も出る。やから一番力入れるんは高校生の将来サポートや。そもそもそのための場所作りたいけど、金に困るから昼カフェするっていうだけやし、サポートうまくやれんと昼に儲けても意味ないからな。これができれば今言うたように人は来るし潰れへん。 潰れないってよあんた、人来なくて潰れたらどうすんだよみんな困るんじゃないのやろ俺らがほんまに価値がある活動ができてたら、潰れたら困る人が出てくるから、むしろしっかりサポートして価値ある存在になりまくって、おい、潰れてええんかこのまんまやったら売り上げ足りんと潰れるね。あ、えんか嫌なら来い,いや、ってプレッシャーかけてくね。店側が客に潰れるプレッシャーかけるって斬新ね。ほんでそれでほんまに潰れたとしたら、俺らが潰れて困るほど高校生とかを助けれてなかったってことやから、 そんなん潰れて当然やしな。その程度しかできひんのやったら、俺らもわざわざ大事な人生かける価値ないや。本でももちろん俺らがぐリりぐりに儲けるつもりでおるで。玉カは言うなれば来る子供たちの先生や。先生っていうのはお手本なんやから、そのお手本の先生が、お金ないから結婚できひん、子供も生まれへんって。そんなんしてたら誰もお手本にしたいなんか思わへんし、俺らを思ってお手本にしてくれた子もそうなってしまう、つまりお手本になろうがなるまいが幸せならへんのや。せやからむしろ子供たちが憧れるぐらいめちゃくちゃ幸せなるで。 そんためにも、ウサギの餌代はウサギカフェみたいに取るし、何のお茶が出てくるかわからんワクワクのガチャガチャもある。あと大人も頑張るなら応援する言うたけど、そっちはちゃんとお金持ってるか稼ご方法もあるんで、がっつりお金も取るしな。それでもちゃんと儲けるか心配じゃないそうや、絶対稼げる保証はない。でもお金って稼ぎを増やすっていうだけやなく、使うを減らすっていうんも、100円は同じ100円やね。やから玉カフェは、使うお金を減らす方に力入れてんね。 そもそも店員は一人か二人でやれるようにして住み込みや。そうすれば家賃高熱費はいらんし、食べ物はカフェの余りも、ネットは Wi-Fi 飛んでるから、これで生活費はバリバリ安い。さらに少人数やからお客さん待たせることがちょいちょい出てくるけど、待った人が怒らへんよ。漫画と Wi-Fi でゆっくり待てるようにしつつも、出す食べ物は粒だけのメニューやったり、デカ盛りを二三人で分けてっていう風な感じで出す。こうすればお金は二三人分もらえて、作る時間は料理一回分にできるやろ メニューの値段は全部税込みで100円単位にしとけばお会計とかめちゃくちゃ楽やし注文はキッチンで受けてその場でお金ももらうんでレジの手間もいらんほんで全国のハンバーガーチェーンみたいにできたやつはお客さんに取りに来てもらって片付けもしてもらうこれでむちゃくちゃ楽になる上玉カフェやるんは田舎なんでそもそも物件がめちゃくちゃ安くて今度やるとこなんか10万しないんやで揃える漫画も中古ショップからで リフォームも自分でやるし、誰でも簡単に作れて、取り外しや移動ができるように作るんで、最悪ここがダメになって潰すことになっても、リフォームの壁たちはそのまんま持って帰れて、またお金貯めて次挑戦するときに使えるようにしてんねん。まあでも玉カフェはこんな感じで、ほとんどバイトはいらんし、家賃は安いんで、なかなか売り上げが上がらんと赤字が続くんやったらさっさと閉めて、バイトで家賃稼いで夜に高校生の勉強を教えたってええー、しな。 そもそも目的は子供たちの進路サポートなんやし。でもできるだけみんなが真似しやすいようなやり方を探りたくて、最初にあんまりお金をかけずにスタートできて、定員がたった一人でもやれる。田舎で客がいなくてもやれる。素人でもできる料理やリフォーム。そんなんを研究する場所やから、しばらくはここ赤字でも潰さんように、軌道に乗るまでは予備校をここでやったりして経費に当てようと思ってるで。近くに全国でもかなり有名で熊本一の黒川温泉もあるから、毎日黒川温泉に入れる勉強合宿なんてのもいいやろ。 こうやって儲ける工夫や、儲けなかった時用の対策もいいっぱい用意してるから、むしろこれでどうやって潰れるんかを研究してみたいくらいや。なるほど。意外としっかり考えてるのね。なんのおばちゃん、こんなんで驚いてたらあかんで。そもそもここってカフェで食い物あるから、家計が苦しくて朝ごはん食べれんとかいう子供に朝ごはん食わしたりできるし、引きこもりのやつとかも呼んでやれば、最初は漫画目当てに来るかもしれんけど、他のお客さんとかもおるんで、何かと人と触れる機会も出るし、 社会復帰したいってなれば、サポートやったり相談はまさに俺らの専門な上、なんならまずはカフェで働かせたりもできる。しかも今回やるとこは自然がいっぱいで、黒川温泉をはじめとするいろんな温泉があるとこやから、 子供の自然体験やったり、温泉予備校やったり、あと勉強を教えれてカフェって料理もできてって言うんやから、昼に親子揃っての英語で料理教室なんて、そんなんもできるし、店員に勉強だけやなく医療の知識もちょっと付けさせて、お客さんの見た目やら顔色とかで病気を判断して病院進めたりって、そんなこともできる。薬草茶やらハーブティーって健康志向のお茶もも,もちろん用意してるしな。なんかめちゃくちゃすごいことになってるわね。でもそんな勉強できて英会話とかもやれて料理ができる上に、 病気に詳しいなんて、そんな優秀な店員どこにもいないわよ。いや、それは逆に勘違いしてるで。世の中には優秀な大学がい,い,いっぱいあって、 その大学生もいろんなところでバイトしとる。そんな大学の優秀な学生が時給1000円も1000円ところで働くのなんかザラやし、教育格差をぶっ壊せるって言うんやったら、あえてそこで働きたいっていうやつもきっと出る。それにこのカフェを全国に広めるぞ、言うたかって、せいぜい各県2店舗あれば、夢とか将来悩んで相談したくても、大体どっちかにはいけるやろ全国で大体100店舗。しかもさっきのアニメで言うた通り、このカフェは一人でも回せるように作るって言うんやから、たった100人おれば全国に作れんねん。たった一人でたくさん来るお客さんの振動をサポートするなんか無理って思うかもしれへん人は、先生の成長シート あれは、授業や他の仕事とか、いろんな雑務とかで、忙しくてしゃあない先生が、自分のクラス40人をバッチリサポートできるっていうために作ったシートで、超短時間でバッチリサポートできるように作ってんねん。授業だけやなく、他の行事やその雑務、ついでに部活って、そんな忙しくてしゃあない先生が40人見れる。そんなん使えるんやったら、料理とサラい以外の時間は全部子供に当ててええでっていう玉亀の店員やったら、もっとたくさんバッチリ見れるやん。 高校生用のメニューは、粒だけとか、ポップコーンとかなんで、用意するんも簡単で、洗い物もあんまないから、時間はたっぷり作れるし。それでも忙しいって言うんやったら、相談乗ったるから、横で皿洗いやなんてこともできる。これで人手不足とか、勉強や進路サポートについての問題はなくなったやろほんで、玉カフェの料理は、調理師免許も持たん俺ともう一人の二人で、一から研究して作り上げたんやから、ど素人でも作れるメニューばかりで。英会話で料理教室言うけど、実際に料理教室の英会話やったことあるか 料理で必要な英会話なんか、ほとんど中学レベルや。てか逆に難しい英語使わなあかんって言うんやったら、小学生が来る料理教室にはレベル高すぎて、先生は大変、子供は分からんって、いいことなんもないから、逆に中学レベル程度でいいんや。それと、顔色とか様子見て健康判断するっていうのも、見た目から判断できるのって本当にめちゃくちゃ少ないから、医療とか看護師ってなれば国士レベルで相当難しいし、一つ一つの行動に責任も必要やけど、うわーなんかちょっと顔色悪いから体調悪いんちゃうとか、体温計や血圧計を置いといて、変やと思ったらそれで調べたり、病院勧めたり、 って、たったそんだけやから、知識としてはせいぜいノート5ページ分もない。受験で何教科も何百ページも、何冊もの本を使ってやった俺らなんやから、今さらたった5ページ程度の知識なんかちょろっと入れれるやよ。ちょっと難しめの大学合格したやつが、出す料理は全部素人が開発した料理ばっかりで、中学英語と5ページ分くらいの医療知識を頭に入れるだけ。それらが全部無理で全く勉強してへん、中卒ですっていうやつが店長になったとしても、それやったらそれで勉強しやすい環境を作れば勉強好きが寄ってくるし、わからん時もお互い教え合うんで、カフェを守るだけでも十分教育効果は望める。 もしかり全部やるんは大変やなとか自信ないって言うんやったとしても、それやったら勉強カフェの部分だけパクろうとか、健康の部分だけやるぞとか、自分のやってる活動に経済格差ご飯のやつだけ取り入れてみようとか、一部だけ真似するんも十分。これのどこが難しいんやあらま、確かに言われてみればそうね。 ってなわけで、玉カフェやったら、普通に働いて、せっかく優秀な大学入るような頭を使ってないような人たちに、あんまりお金かけんとやれるカフェのやり方を教えて、始めやすくて潰れにくいカフェをやってもらうことで、全国の教育格差をぶっ壊していきたいと思ってんねん。てか、玉先生としては、そのやり方さえ見つければ、あとはどうでもええと思ってる。玉カフェのやり方がしっかりと出来上がれば、もしその県に玉カフェができんやったとしても、その県に住んでるめちゃくちゃおるたっくさんの人たちが、誰も玉カフェをやろうとせんのやろってことは、教育格差がないか、誰も助けたいって思ってるような県じゃないってことや。 住んでる本人たちが助けたくない剣を、なんで他県の俺らが一生懸命助けなあかんのややから玉カフェができひん地域には玉カフェを作る価値がないんや。 俺はその地区の問題は、その地区に住んでる、その地区を愛してる人たちがぶっ壊さなあかんと思う。やから俺が今度やら小国でも、いずれは小国の人たちに玉ェの店長を譲りたいと思ってんねん。いつか玉ェを譲る日が来た時に、やりたかったんよ譲ってくれてありがとうございますって言われるように、この玉ェがあってたっくさん幸せになったから、次は私が、ここの子供たちをこの玉ェで幸せにしたいって言ってもらえるように、まず玉ェで働いてる人たちをいっぱい幸せして、 玉まカフェに来る奴らをいっぱい幸せにして、次に次に行って助けをつないでいく駅伝カフェにしていきたいんや。そのためにもまずはここを大成功させて、真似したいっていう人たちを全国から集めて、たくさん鍛えてリトル玉先生をいっぱい育てる。そしたら絶対成功するんや。そうね。その思いを次に次につないでいけばきっと大丈夫よ。だってこんなん普通にやったら儲けがほとんどない。利益伝カフェやけど、リトル玉先生で駅伝カフェになるからな。やっぱ大丈夫じゃないかも。